式、式、コンダクティングは、主として、手と腕の身振りだけによって、音楽の演奏に何時、何を、どうすべきか指示を出すこと。現代ではもっぱら西洋音楽の式のことを指すことが、多い。合唱や、還元楽、室内楽、吹奏楽等の各種アンサンブルは、特に編成が大きい場合に式者を必要とすることが、多い。式者は一般に式台の上で式を行う。 日本語では、指揮を振る、棒を振る、あるいは単に、演奏会、楽団、曲目を振るという言い方をしばしばする。西洋音楽の指揮の歴史は少なくとも中世、ヨーロッパに遡り、キリスト教の教会にその役割の原型を見出すことができる。その当時の指揮法は、テンポや拍子を示す役割よりもメロディー、率や音の高さ、音響を示す役割が強かった。やがて 指揮棒を上下に動かして音楽のテンポや拍子を示すことが始められた。17世紀頃には現在の指揮棒とは違うものを使って指揮が行われた。当時の絵画には紙や小さな棒、または素手で指揮をする姿が描かれている。竜リ,リは杖のような棒で床を打って指揮をしたが誤って自分の足を傷つけてしまい、それによる破傷風で亡くなった。 器楽合奏では奏者の一人が指揮の役割を担った。そして多くは作曲家が奏者見識者を務めた。具体的には主席のバイオリン奏者が自分の読みをまたはリュート奏者であれば楽器の根っこを動かして合奏,奏を指揮した。通奏低音を担当するチェンバロ奏者が指揮をすることもあった。またオペラでは二人の奏者が指揮を担当した。鍵盤楽器奏者が 合唱団を主席バイオリン奏者がオーケストラを振ったのである。奏者の一人が必要に応じて指揮をする。この手軽なやり方は現代でも行われる。ピアノ競争曲などでピアノ奏者が引き彫りをすることや、ジャズのビッグバンドでバンドマスターが曲の終わりの指示出すことなどがこれにあたる。19世紀初頭、大規模かつ複雑な曲が作曲されるようになると、 専門職としての指揮者が誕生した。指揮棒、タクトの仕様が一般的になり、見やすく分かりやすい指揮が必要とされ、さらには指揮者の手腕が演奏の水準に大きな影響を与えるようになっていった。ハンス・フォン・ビューローは作曲家を兼ねない最初の職業指揮者として有名である。また、従前から行われていた作曲家が指揮者を兼ねる状態も続いた。中でもウェーバー、 メンデルスゾーン、ベルリオーズ、ワーグナー、マーラーらは指揮者としても知られている。指揮者の出身の背景による特徴は、ある程度認められると言われる。例えば、弦楽器出身の指揮は、音の工程の合わせ方がうまい。ハイン・リヒシフや、ウェルザー・アメスト、メーターなど、管楽器出身は、呼吸法がうまい。ホリガーら、打楽器出身者は、棒の叩たたきが優れている。岩城博之ら。 ピアノは耳による、音の高低の感覚は弱いが、合理的な練習と音楽の全体像を折るのがうまい。エッシェンバッハやバレンドイムなど、声楽出身の指揮者、シュライアーやフィッシャーディースカウラは、呼吸法や発声法、デチタティーボなどの合わせがうまい、などである。また、作曲家の指揮は、合理的に音楽の本質のみを演奏する、ブーレーズやエトベシュ。 チェンダーラなどの性質が大まかに認められるとされる。指揮法は指揮者が管弦楽団や吹奏楽団、合唱団などを指揮するための技法である。クラシック音楽では一般に指揮によってテンポ、音量、表情などが奏者たちに示される。指揮者の動きに絶対的な規則や法則はなく、体の動きや顔の表情すべてが指揮者の表現と言える。 現代、広く行われている、指揮法では、右腕で図形を描くことで奏者に拍を示し、奏者全員が同じテンポを共有できるようにすることが多く、指揮者の最も基本的な役割とされる。指揮棒を使う場合、指揮棒は、右腕の延長として用いられる。図形を描く運動の中で、拍を示す位置を、打点という。小沢誠司等を育てた、斎藤秀夫が唱えた、 斉藤メソッドでは、打点を示すために、叩きといって何かを叩く動作をして明示的に示したり、尺位といって緩やかな曲線運動の中で加速度の変を示したりする。このメソッドによると指揮法が誰にでも理解できる反面、速度変化による表情付け、顎ごを菊を必要以上に単純化するという批判も少なくない。い一方、 左腕は主に曲の表情を示したり、重要なパートに注意を喚起させたりするのに用いられる。その他、視線、顔の表情、全身の様々な動きを用いて、曲の表情を奏者に伝える。両腕に共通することだが、曲の表情を表す、代表的な方法には、などがある。あくまでも、一般論であり、すべての場合に該当するとは限らない。 多くの場合、式には、式棒、タクトを使うが、編成が小さい場合や、合唱式をする場合、または、曲調や指揮者の考え方によっては、棒を持たないですでによる式をすることもある。すでで行う式は、棒を持つことによるはっきりとした、白節感より、指先までを使った、柔らかな表現を優先する場合に適しているとされ、公共局等では、感情学賞のみ、 指揮棒を置くこともある。合唱などでは特に繊細な指示を出すにも効果的と考えられている。また、ドラムビューグルコーなど、マーチングバンドの指揮者はドラムメジャーと呼ばれ、クラシック音楽のタクトより、はるかに大きな杖のような指揮棒が使われることもある。四貫編成やオペラ、還元楽と合唱などの大編成の場合、長めの指揮棒を一貫編成などの 室内管弦楽の場合、短めの指揮棒が多いが、絶対的な決まりはない。ウィーン国立音楽大学教授のカール・エスター・ライハーは、指揮者の役割として次のようなことを言っている。これは、現代の作曲におけるパラメーターの考え方にほとんど重複する。また、指揮棒を操る技術そのものは、役割全体のほんの一部に過ぎず、その重要性は、 全体の10%に満たないという指揮者が大多数である。指揮者の要請については指揮者の項目を参照のこと。日本における指揮のテクニックを扱う主要な書籍としては、斎藤秀夫、指揮法協定、1953年、音楽の友者、高階正光、指揮法入門、1979、2001年、音楽の友者、マックス・ルードルフ、指揮法、 大塚明役、1968年、音楽の友者、山田和夫、四季の技法、1966年、音楽の友者があるが、近年マックス・ルードルフと山田和夫の書籍絶版であり、入手が難しい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。